昔かあるところにカリおじいさんとチャイおばあさんセクシーお姉さんいやチャイちゃんそれだったらだいぶ話変わっちゃうよだってチャイおばあちゃんにならないからね、うん、なるでしょチャイちゃんだって、うん、なんなんなん、うん、チャイは一生セクシーお姉さんなのいやそれだったらさ、うん、カリおじいちゃんとセクシーお姉さんだったらさ、うんうん 相当若いお嫁さんもらったことにならないいいじゃない周りの目が気になるなそんな周りの目なんてどうでもいいよねなんか近隣の人にさ会うたびに若い嫁さんもらってとか言われるのが嫌だなうわかっこいいじゃんそうかなチャイはそういう人かっこいいと思いますそこまで言われるならこれでいいかなうん、うん、ではこのまま進めましょうそれでは 昔々あるところに仮おじいちゃんとセクシーお姉さんが住んでいましたいやモテおじいちゃん仮おじいさんは山へしばかりに行く途中に近隣のおじいちゃんから「<え>おいおい仮おじいちゃん若い嫁さんをもらっていいですね」うわ仮が嫌だなって想像してたことが早速起きたよ。いえいえ,いいえ隣のおじいちゃん。 たまたまなんですまたまた最近の若い子が集うようなクラブに行ってナンパでもしたんじゃないですかちょっと待ってチャイちゃん,ん時代背景がめちゃくちゃだよやっぱこれくらいパンチがあった方が面白いじゃないチャイちゃんこの話にはそういうパンチはいらないのんじゃあ続けましょう はいセクシーお姉さんは川へ洗濯へ行きましたああ、もう今の時代洗濯機もあるのになんで川へ洗濯に行かないといけないのかしら洗濯機があれば時間を有効活用できるから。余った時間でクラブに行けるわ。セクシーお姉さんが川で洗濯をしていると。ドゥンブラコ、ドゥンブラコと。 大きな桃が流れてきましたええー、何あれまるで桃太郎に出てくるような大きな桃もしかしてあの桃を割ると,ちょっと中から桃太郎とか出てきて鬼退治に行きたいなんか始まるんじゃないかしらちょっとチャイちゃん,んそのセクシーお姉さんの想像力すごすぎるよいやだそういや 褒めてるんじゃなくてさ今ね鬼ヶ島に行くとき何の服着ていこうか考えちゃってるのいやセクシーお姉さんは連れてかないよへー行きたいだってこの後狩太郎が鬼退で行くでしょ仲間できるでしょチュールあげるでしょセクシーお姉さん写真撮らないといけないでしょいやいいよ鬼ヶ島着くでしょ鬼出てくるでしょ戦うでしょセクシーお姉さん動画 いいよ絵本になる話なんだから何言ってんのカリンちゃん。 今は動画だいたいさカリ太郎が鬼と戦ってる時にセクシーお姉さん動画撮ってたら危ないじゃん全然大丈夫コンボとか振り回してくんだよいや全然大丈夫なんで関係者のワンショつけてるからそんなのお兄さんわからないよわかるよねなんでまあそこはちゃんと事前に打ち合わせするものもうどんな桃太郎の話だよもうやめさせてもらうわどうもありがとうございました もしこのお話が良かったらグッドボタンそしてチャンネル登録もよろしくだよねはーいはー